はい、今日も来ました、この戦場ということで、どうもこんばんちは、つぎょです。はい、今日使っていく機体はグーフカスタムでございます。よろしく。はい、ラクバッチですね、はい、まあグーフカスタムね、全然強い、こいつなら戦える、うん、基本吸収機体、味方にね吸収機体がいない場合はミサイルやってくる。バレバレだわ。そう、いない場合はね、リン使ってますね、味方に吸収機体がいない場合は。あー、今2番機に任せればよかったね。無駄な中継取りしてしまった今にいかんね、いかん。トルギオニ、お兄さん、惜しい、ふぅ、チャキーンっていやー、いいね、やっぱグフカス、うん、やっぱ最近ね、フルアーマーダブルゼータとか結構ビームにすごいね、強いやつが、オッケー、タックル強いぞ。さあ中継行こう。なんか結構あれだね、サッカーしてる感じですね、 C の人たち気づいてないみたいだね。敵だらけじゃんマジかよ。 OK、 楽しいやべえ敵のね、こう起こすときにここまでね、500コストが食らいつくって最高だよねワクワクするよ、ワクワクしちゃうよ。あ、落とした、落ちちゃう、あ、やべえ味方が全然いないんだけど、うわ、オッケー、やっべ、ちょっときついっす
二万木さんどんどん待たしきっとね。いやでもまだ分かんないね。四番機いいにそのまま行ってくれ。ナイス判断。もう五番機はもう仕方ないよ。そうそうそう、今は中継の方が多分大事だと思う。そっか、ダブルゼータか。だからそれにしても2機ってあんなにあれは良くないっしょ。マジかよ、疲れ様です。サッカーするからだよね、うん、はい、ということでグーカスタムだったんですけど、あー強いよね。普通に強いこいつ。ディンはねあれなんだよね、中継取るのはピカチュウなんですけど、あそれと火力ねいいんだけど、被弾がねもう恐ろしいんで。そうそうそう、いやー見てくださいよこれ、もうそう500コストでどれだけ戦えるかっていう。サッカーしたもんね、味方さん。3-1 だとね、すぐに分かれてほしいんですけどね。せめて2-1にならいいんですけど。3-1はちょっとね、サッカーだよ、それ。だから、いいねはしません。贅沢例かな？中継取ってるし。あとダブルゼータ。はい、ということでご視聴ありがとうございました。まあ、今回グフカスタム、ね、戦い的にはすごい楽しかったんですけど、チームとしてね、あんまり良くなかったね。ひたすらヘイト集めてた。まあまあ、それもね、自分的にはいいことなんですけどね。その間に中継取ってくれたら嬉しかったんですけど、そういうわけでもなかったっていうのがちょっと悲しいかな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、悪ければアバットボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォローとよろしくお願いいたします。ではまた次の戦場でお会いしましょう。次はゲームバイバイ、お疲れ様です。